皆さんこんばんは、桃宮いちご役天間祐希です。皆さんこんばんは、相沢ミント役の日向未来です。毎回このアフレコアフタートークではアニメの放送後にその話数を収録したばかりのキャストが感想などをお話ししていきたいと思います。はい、今回は第12話のアフタートークということでネタバレを含みますので、ぜひアニメをご視聴の上でお楽しみいただければと思います。ということで12話お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ12話ですよ。いや、ついにねえまさかこんな早く。いや、なんかあっという間だったのかな。なんか体感的にはやっぱそうだよね、うん、いや、まず初回の第1話のアフタートークで、うんうん、テンテンと未来が一緒にやったんですけど、また ね12話で再会して久しぶり、久しぶりということで12話この2人でお送りしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。いや、緊張どう？まだ、うん、なんか最初よりは全然リラックスできるようになってきたけど、うん、程よい緊張感、うん、でもたまにちょっと緊張突き抜けちゃう時あるけどでも全然1話とかよりは落ち着いてきました、うん、いや本当にこの2人は緊張しいっていうことがねあるので、ね、いつもブルブルしちゃうから常に震えてますけども。いや、でも12話今回たくさん盛りだくさんでしたけども、うんうん、東京ゴンドワナルネッサンスなるエイリアンたちとの作戦で、はい、絶体絶命のピンチに立たされる東京ミュウミュウということで、うん、いや、何あの眉、怖かったね。怖かったね。なんか怖い本当に環境問題って感じの、いや本当にそう、大きい眉が出てきまして、いや東京ミュウミュウ本当ピンチでしたけども、ね、なんとミントちゃんがニューアクアを見つけまして、うんうん、なんとか勝利するミュウミュウたちということで、ミントちゃんが覚醒しました。ついに感動した。そのシーンは本当にいや、まさかミントちゃんがアクアドロップして言うなんてね。あそこもすごい可愛くてね、今までミントちゃん、うん、こう葛藤というか悩みがね、いろいろ最初の方からあったから、うんうん、やっぱちょっと感慨深いというか、いや、ミントちゃんたくさん悩みを抱えてましたからね、うん、いろんな悩みを抱えてその上で あの覚醒だったと思うんですけど、はい、でもミントちゃんはやっぱりこうてんてん、あのいちご の、うん、あのどうでもいい手段とかどうでもいい、うん、あのセリフに結構ねハッとなって覚醒したというか、こう迷いが断ち切れた部分ではあるんですけど、うんうん、こうどうですか、こう印象に残ってるセリフなんか。いや、でもそれこそ今未来が言った、うん、手段とかどうでもいいっていうセリフは、うんうん、なんかいちごちゃんの強さっていうか、いそういうものをすごい感じて、うん、言いながら自分もなんかこう言われてる感じというか、うん、なんかいちごちゃんってやっぱそういう存在だよなっていうのを再認識したセリフで、確かにそう、なんかこう自分のセリフっていうか、あの自分の役で言ってるセリフが結構こう、うん、自分にぐさって刺さったり、こう誰か他のキャラが言ってるセリフが、うんうん、うわっっていうのが結構ミュウミュウの話では多くて、多い、ね、何度もねなんかこうハッとさせられるようななんかミュウミュウたちの悩みが結構私たちの悩みと近いって、うん、等身大でね、そうそうそう、悩んでるから感情もすごい入っちゃうし、リアルな感じで ねそうなんです。結構共感するポイントがいくつかあったりもして、うんうん、いやでもよかったミントちゃん、こうね、迷いが断ち切れてよかったよでも私はあの迷いが吹っ切れた後のあのいちごへのツンデレセリフが大好きなんですけど、うんうん、あの今回の12話では、うん、あのいちごにね、あの全くあなたって人はっていうセリフとか、うんうん、あなたがあまりにもアホすぎるおかげで迷いが晴れましたわって言うんですけど、あ、ちょっと素直じゃないなって、そうそう、あの素直じゃないとかがもう可愛くて可愛くて、可愛いね。そうなんですよね、私は大好きでさ、ああいうセリフしかもなんかザクロさんとのね、うん、あの認められるシーンとかもそうすごい、お姉さんにも認められちゃったね、あんなことがあったのに、ね、そうなの、うざいわと言われたのに、そう、とうとう12話では認めてもらいましたよ。いや、よかった、もう関係性がすごい、もう私は好きで、うん、ミントとザクロの、そうだね、あそこはもうおすすめポイントです、おすすめポイント、あと私たちあのとあのミュウミュウの5人では結構話題になったんですけど、うんうんうん、レタスがこういちごをねなんか助けるときに迷惑ですって言うんですけどあのセリフがこうじわじわポイントでして、ね、レタス強くなったなって強くなったなそれのちょっと面白かったですね。そしてですね、最後に、うん、
いちごちゃんが青山くんを追いかけていくあの感動的なシーン、はい、いやあれとってももう素敵すぎてでもしかも皆さん聞きました？あの2002年であのオープニングで歌われていたあの、うんうん、マイスイートハートをてんてんがいちごとしてカバーしましたね。いやさせていただきました。どうでした？レコーディングからいろいろ大変だったとお話は聞きましたが。あ、そう、すごい大変で、うん、それこそ私にとっても思い出深い曲だし、うん、カバーさせていただけるって聞いた時は、うん、もう嬉しさと緊張と、うん、もういろんな思いがあって、ね、でもやっぱこの曲の歌詞とかを、うん、やっぱいちごちゃんと青山くんの関係とか、うんうん、みゆみゆとの関係とかこういろんなことを思いながら歌ってると、うんうん、もうすごいいろん今までのお話とかフラッシュバックして、もうね、なんとも言えない言葉にできないんですけど、でもあのレコーディングもすごい緊張しちゃって、うんうん、なんかいろいろあったんだよね。そうそう、杖つきながら歌ったんでしょ。え、そうもう普通の格好じゃ歌えないってなって靴脱いで何かを持とうってなって、なんか変な棒を持って持たせてもらってで、なんか腰をちょっとかがめた方が歌いやすいってことに気づいて、うんうん、中腰で、うん、いやまさかあんな感動的な歌を歌ってる時に杖ついてるなんて誰も思わないでもあ、こうすると緊張がほぐれるんだっていうのがね。そうだね。でも本当ほぐれてて、すっごいもうあの曲を最初聞いた時、うん、なんか涙出ちゃって、ちょっとゆっくりバージョンというかね、うん、そうだね、アレンジがそう、アレンジがかかってて、うわーもう涙腺崩壊みたいなでもね、そう、なんかメンバーみんなあの曲大好きなんで、うん、あのみんなてんてんに送ってって言ってるんですけど、なかなか送ってくれないんですよ。ちょっと恥ずかしさがねいやー本当に、いやでもね、素敵な歌で、ね、告白もね、いや青山くんしてくれて、うん、あれはやっぱキュンキュンしました。でもしますよだって実生活でないですもんあんないやそうだよね、ドキドキしちゃってね、本当にもうなんていうの、作らないでこう、うん、その受け取ったままの気持ちでいちごちゃんができました、うん、あそこは。いやいいことです、いいこといやでも本当ね、12話の最後本当に感動的で、いやそこは多分泣いちゃった人いっぱいいるんじゃないかなと思いますけど、ね、12話ということで今まで1話から12話までやってきましたけどもね。いやなんか言い残したこととかある？言い残したこと、うん、なんかせっかくだし今まで12話やってきて、そうだね、あの言い残したこととしては、うん、やり残したことかな、あのミントちゃんのお兄さん役の石田明さんと、はい、うんうん、あのコロナのねこの期間で分散収録してるので、そうだね、まだ未だお会いできていなくてそっかまだそうなんです、そう、まだ実際にお会いできてないので、いつかお会いしてミントでしたってミント私ミントでしたっていうのを、ね、伝えられればいいなとは思ってるんですけども、そっかそっか、せっかくね兄弟そうそうそう、いやお兄ちゃんね、私ずっとお兄ちゃんが欲しかったので、うんうん、こうやってねお兄ちゃん役としてね、お兄さんができて、あんな紳士的なかっこいいお兄さんができて嬉しい限りです、ね、しかもすごいミントのこと考えてくれててね、本当にそう、なんかしみじみしちゃうね、しみじみしちゃうね、12話なんかもうね、もっと喋りたいけどね、ね、喋りたいけど、とうとうお時間が来てしまったようです、はい、ということで、はい、アフレコアフタートーク第12話でした。はい、そしてすでに発表されていますが13話以降の放送も決定しております。どうです、てんてん、続きがあるようですよ。本当に気になりすぎて、はい、眠れませんいや本当にあの終わり方はね、うん、何ですか、気になっちゃいますね、何が起きるんですか、何が起きるのか、はい、そしてですね、こちらのアフタートークも放送に合わせてまた実施いたしますので、ぜひお楽しみに。はい、それではこれからも東京ミューミューニューをよろしくお願いします。